和菓子。花も。そして6月は挨拶運動強化月間としまして、風紀の乱れをなくすために朝の挨拶運動を行っていきます。ねえフスカ、明日お休みだからどっか行こうよ。ネオちゃん何言ってるの。春なんだから食虫植物さんの成長期だし、動画のネタがいっぱいあるから撮影しないとだよ。え、そうだけど、でもフスカが喜びそうな面白いところ見つけたんだよ。私が喜びそうなところ？ハエさんカフェ。ハエさんカフェ、いろんなハエさんを観察しながらお茶できるんだって。何その誰得カフェ。フスカ、ハエさん捕まえるの得意でしょ。得意と好きは違うよ。そこ静かに。とにかく今日は軽く春の食虫植物さんたちを紹介してみようか。ハエさんカフェ気になるんだよ。まだ言ってる。ほら、しばらく紹介できてなかったから、前に紹介した時より主さんの食虫植物さんたち結構大きくなってるみたいだよ。音質もちょっと変わってる。模様替えしたみたいだよ。今まで大きな棚に置いてたから下段は日光が当たらなくて植物さんたち置けなかったけど、高さのある棚でスペース有効活用できるようになったから、もっとたくさん植物さんたちを置けそうだよ。食虫植物さんで一体の温室楽しみだよ。あ、見て、冬の株分けの時に増やしたハエトリソウ。わ、すごく元気だよ。株分けした時はまだ小さかった株が多かったのに、もう結構大きくなってる。まだ大人じゃないけど、見事なハエトリソウ畑になってるね。こっちにもあるんだよ。こっちはもう大人サイズまで大きくなってるのが結構あるね。ハエトリソウちゃんたち、みんなお花咲かせようと花芽を出してる。むう、やっぱり春を感じるのです。これはハエトリソウの花畑が見れそうだね。それにしても去年10株だったハエトリソウが次の年にはこんなに増えるんだね。たくさん増えるからみんなもどんどん増やしてみてだよ。あ、虫取りスミレさんも花が咲いてる。あ、和菓子。和菓子言わないの。だって和菓子っぽくて美味しそうなんだよ。やっぱりミヤちゃんは花より団子だね。お花さんも可愛いから見てみなよ。和菓子。花も。お腹グーグルなってきただよ。うん、一回食べ物から離れようか。でも虫取りすみれさん、なかなか大きくなってくれてない感じだよ。今まで腰水で管理してたみたいだけど、やっぱりメキシコ系のメキシカンピンギキュラさんは土が乾いたら水をあげる方がいいみたいだね。虫取りすみれさんの種類によって栽培方法が違うんだ。その下には品種ものの変わったハエトリソウが並んでるね。わ、こっちにもハエトリソウちゃん。お、牙みたいなトゲをしたハエトリソウ。ワーウルフさんだよ。ワーウルフ、つまり人狼のことだね。かっこいいお名前。ハエトリソウちゃんにはかっこいいお名前が多いのです。これもちょっと普通のハエトリソウとは違うね。ブラッディスクエアさん、捕虫用が大きく開くハエトリソウちゃんだよ。ブラッディ、つまり血ってこと？かっこいいというより怖いよ。むう、確かにこれはどっちかというとかわいいだね。正解はかわいいでした。こっちはブラッディナースさん。また血なの？Google さんで調べたら、血の看護師さんって意味だって。看護師さん要素がよくわかりません。こっちは捕虫用がアーチの形をした、アーチドトラップさん。これはそのまんまだね。面白いハエトリソウちゃんでしょ。でも、こんな形で虫さん捕まえられるのか気になるところだね。確かに、難しそうだよ。もはや虫さん捕まえるための捕虫用じゃないね。ハエトラナイソウちゃん。こっちはドロセラさんがたくさんいる。いろんな種類のドロセラさん。ドロセラことモウセンゴケさんも種類によって冬は寒さの中で冬越ししたり、一年中暖かいところで育ったり、管理方法が違うんだよね。ドロセラさんもバリエーションがあっていろいろ集めたくなるんだよ。これはドロセラ、クネイフォリア。南アフリカのテーブルマウンテン付近に生息してるドロセラさんだよ。粘液が光って宝石みたいだよ。アップで撮影するとこんな感じです。神秘的なのです。集合体恐怖症の人は注意です。そしてこっちはハイブリダ、北アメリカの自然交雑種のモウセンゴケです。
さっきは南アフリカで、今度は北アメリカ。これは、日本にも生息してるドロセラ、スパスラタ。ドロセラさんは世界各地に生息していて、グローバルなんだね。グローバルって。粘液もブリッブリだよ。モウセンゴケは粘液の寝具合で調子がいいか悪いかわかるから、育てるときはそれを一つの判断基準にしてみるといいかもね。なるほどなるほど。ということで、今日はこんなところかな。あれ、もう終わり？ウツボカズラさんやサラセニアさんは、また別で紹介してみるよ。今回紹介できた食虫植物さんは、ほんの一部なので、これからの動画でもっといろんな種類の食虫植物さんたちに登場してもらおうと思います。じゃあ今度は食虫植物部でハエさんカフェ行こうよ。じゃあってのに、ふっくら出てきたのその話題。面白いと思うんだよ。食虫植物関係ないでしょ。どんな企画で行くの？フスカと食虫植物さん、どっちがハエさんを多く捕まえられるか。とか？絶対